お元気だね。そう、3ステージ目があとまた30分後ぐらいにやるので、はい、ぜひぜひ見ていってください。はい、よいしょ、よいしょ、エンディング触れる。そうで、愛理ちゃんはあれ活動的には今はいろんなところでやってるんですか？告知的な。うん、はい、告知ですね。5月2日に、うん、那珂市にある秋葉農園というところで知ってますね。はい、秋葉農園というところで歌わせていただきます。お、やるんですね。はい、へえ。そうですね、千葉湖の本当はイベントだったんですけど、うんうん、ちょっとコロナの影響でできなくなってしまって、場所だけ変えた感じですね。はい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 、はい、麦畑です。麦畑でやるんですか？麦畑、麦畑でやるそうです。想像がつかないですよ、お客さんみんな。はてな、はてなしか出てくないもん今。麦畑でやるそうです。はい、はい、麦畑イベントですね。なんか車の上で、あのステージ、あー、トラックステージみたいな。そうですね、はいはいはい、トラックの上で乗るですね。乗るんですね。あの、踊ったら揺れるんですよ、トラックが。いい、おー、いいじゃない。想像できますか？できないです。どんどんクエスチョンを増やしてどうするんだっていう。お客さんのクエスチョン増やすのやめてくれます？やるそうなので、よかったら秋葉の那珂市に、はいはい、僕はね、